そうですね、まあ、自分が後ろに入って、まあ、ちょっとリズムを作ってくれみたいな感じで言うと、まあ、結構外から見た感じ、ちょっと停滞してるように見えた。そこで自分が入って、まあ、パススピードだったりでリズムを作ってほしいっていうのは言われました。まあ、僕は、まあ、昨日の方も少ない時間だったので、しっかりコンディションは継続できているのかなと思います。もう最初に比べてやっぱり過ごしている時間も長くなってきているので、コミュニケーションも取れますし、チームとしての雰囲気も良くなっていっていると思います。そうですね、やっぱり日韓戦といえば、まあ、皆さんすごい盛り上がる試合なので、そこはすごい僕も気持ちが乗っています。僕は今まで一度もないので、初めての経験なので、そうですね、やっぱり、まあ、しっかりチームとしてこの2試合よりもっと楽しいサッカーをして、まあ、得点もしっかり奪って、まあ、完封で勝てればいいのかなと思います。E1 最後の試合でしっかりタイトル取って、3戦全勝で優勝というタイトルを持ち帰れるように頑張りたいと思います。